ネクタイ1本ない。着てないよ。一回ちょっとネクタイ頼みましょう。え、これあるよ。で、これ埋まってません。埋まってない。あ、埋まってないですね。え、そう。埋まってる。九十秒ずつのボーイズ。さあ、始まりました。ワンビリ MC のガリレコードチャンネルです。お願いしまーす。はい、ということで、今回も素敵なゲストを来てくださってます。はじめまして、YouTuber のみんなの心丸見えメガネです。よろしくお願いします。イエーイ。メガネちゃん、おだめちゃんとメガネちゃん、おだめちゃん、1種類しかいない。ワンビリアビリオンとは、ソニーミュージックエンターテインメントのあらゆる才能とコラボレーションを目的とした参加型リアリティオーディション。これはその YouTube のチャンネルなのだ。いやー、よろしくお願いします。三次審査、はい、ですけども、うん、そのボスは合宿ですよ。うわー、ついに16人からね、6人に絞られる。うわー。ということで、はい、今回はこれまでのやつを振り返ろうと。おー、いいね。うん、まずは、かわいくん。かわいくんね。かわいくん、なんかライブの感じ良かったよね、やっぱり。うん、そう、成長してた。そうそうそう、ね、その前のレッスンでもう、もう弾けなさいみたいに言われて、ああ変わってったもんね。本間大先生ね。本間大先生。自作の MV だと結構可愛らしい曲というか、すごい優しいメロディーの感じでしたけど、ライブ審査の結構パンチがパンって出てる感じが、見ててかっこいいなって、可愛らしい男性からちょっと男らしい男性が、そう、いいよね、幅があるとね。そう、いいね。若くてね、15歳、で、あの色っぽい声ね。そうなんだよな。セクシーさもあり、うん、めっちゃ多いプロデュースがちゃんとできた。15歳で15歳からすごいよね。だから今後の未来が楽しみになってますよ、うん、今結構聞いた印象では声高いイメージじゃないですか、うん、なんか年老いていくことによって声変わりしていって、うん、もっとセクシーになるのが楽しみだな、うんうん、わー、なるほどね。また声変わるもんね、15なんて。まだまだか。カエルくん、はい、カエルくん今も海外に住んでらっしゃる。歌い方がもうね、うん、確かに霊視がすごい綺麗でした。そう、うん、すごい、ね、なんかでも見ててやっぱり思うのは動き方が綺麗ありますよね、見せ方分かってるんだけど、ね、そう、カエルターンね。カエルターンがすごい。待って待って待って、カエルターンって言うんですか。ナリアはめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。まあ先生も言ってたけど、あのバンドに入れて、うん、溢れた魚のようになる子もいるみたいな、まさにこれ音楽動物ね。音楽動物、音楽動物よ。かっこいい、その音楽動物。音楽動物言われた。いや、マジいいよね。いいな。ランキングもね、そう、1位で。ライブ審査も1位。いや、でも圧巻だよね。圧巻、ね、かっこいい。すごいやっぱ見入っちゃったもんな、あれ。マジでかっこよかった。かっこいい。野崎くんね。かっこいいよ。かっこいい。野崎くんは MV 審査の1位だっけ。そう、ダンスだっけ。そうだった。ダンスがね、ダンスだったのね。自分の武器は集まった時にダンスとかね、楽器とかじゃないから。そうか、唯一ダンスしてた。そうそうそう、自分で振り付けも考えてね。ええ、同い年としてちょっと嫉妬しちゃう。そうだ、同い年。すごいな、かっこいい。マジでずるいと思う。いや、かっこいいね。曲も多分すごい合ってた。合ってた、うん、でこのなんか本当にバランスが良くて、うん、目立ちすぎず、そうそう、曲を生かして、うん、本間先生は曲に乗るみたいな、うん、そうそう、それが多分一番上手くて、だからそのなんか踊ってしまうというか、ちょっと見てて乗るっていう。あのミュージックビデオもね、わざわざ軽いさ、そうだね、綺麗なところで寒気がしたのか。あれはモテるな。めっちゃかっこいい。人を打つところがないから、ね、だって横顔もかっこよかったし、正面からもかっこよかったし、結構プラスすっげーいい映像、プラスすげーいい声流れてきて、いや、モテるな、これは。そんでめちゃくちゃ謙虚。そう、好き。めちゃくちゃ謙虚。だからずるいだよ、もう。
繊維もいいよね。骨に響くよね。そう骨にね。言ってた。骨に響く。骨に響くよ。そうなんだよ。いやいい声なんだね、マスターね。めっちゃいい。なんでメジャーのアーティストじゃないんだろう。うわあ。めっちゃそう。マスターあんな感じだけど、実は意外とムードメーカーっていう。やだ。ツンケンしてる感じじゃない。そう。もうやだよ。違う。真ん中で喋るとか声かけてあげたりとかみんなに喋りかけるんだよね。そうそうそう、喋りかけて盛り上げたりとか。15? 15? そっか、15だったっけ。金だけまだ佐野が見えてない。前方はまだ明らかにできない。ミステリアスはかっこいい歌い方もロックというか、そう、ロックなんだよね、めちゃくちゃ。この時よりも今もっといいよね、絶対。そうそうそう、どんどん進化してってる。オーディション中にどんどん成長してる。成長していくから、ほんとに個人的に超好き。おお、あ、世界観をちゃんとちゃんとしてる。パンの匂いです。あはははは、米じゃないね。パンじゃないね。米じゃないね。そうそうそう、パンの匂い。なんだね、めちゃくちゃにいい。ひだまりだね。ひだまりだね。さりにいてほしい。わー、あっさり。あっさり最高。堂々と歌えるっていうぐらいね。うん、なんか見た目はすごい悪い。なんか悪そうだよね。すごい甘い声。D ソウルは今18歳で、社長をやっちゃう。建設会社。どういうこと？オーディション番組を作りたいっていうのを元々表に D ソウルが来てる。そうですね。かわいい。かわいい。すごい。前田君ね。尊い。尊い。等身大の、その17歳の今の自分をどう自分で出せるかみたいなのを精一杯こう出してる感じがすごい伝わるから、ちょっと愛おしすぎてちょっとうまく伝えられないんですけど、頑張って。おめくさんは応援するよ。大人に気がされないで。荒井くん敗者復活。5人で今歌ってもらいますっていう中で選ばれたらしいです。で、あのオーディションの映像はマジでね、いやすごい、本当に見てほしい。やっぱね、10分間全部がかかってる。怖いから、絶対もう負けられないっていう思いが人一倍多分あるだろうし、みんなの思いをね、乗せて。強いものがあるとやっぱり強くなるんですけど、一番喋るそうだよ。そうなんだ。楽屋マリオカート持ってきてる。すごいな。そう。木下くん。すごいストレートでめっちゃいいですね。歌詞が聞きやすいというか、その歌詞の意味が伝わるんだろう。そうですよ。はい。なんかすごい澄んだよね、一番木下くん。うん、ね。ミュージックビデオもね、あれ手紙、そう、だから言葉をちゃんと大切にしてる人のものっていうのが、手紙を書いてるっていうのと、下にその自分の書いた手紙の人体を出すっていう、打ち込みじゃなくて、全体のランキングも上位、それだけ上位をすごい。足元くんね、マジあの PV、あれ時間ない中みんな撮ってくださいって言われて撮ってて、橋本が仕事をなさってる中、オーディション参加してるから、どう撮ろうってなった時に、日常撮ろうっていうので、自分の家から出勤して帰ってくるまで。そう、めっちゃ素敵。橋本だけでね。アイディアがね、すごい。橋本だけでね、橋本君と一緒にいた感じがした。でも、ここから6人に絞られる。そう、ね、今見てきた16人が、うん、普通に集められて、うん、その中で6人だけが、行くと合宿に。酷だよね。そうなんだよ。そうなんだよ。全員受かんないんですか。そうですよ。これを決まってるんだよ。そう。これ難しいな。誰選ばれてもおかしくない。本当に。その続きが気になる方は、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。2020年、世界は君を知る。君たち、10。
うん、自慢のおじさんまぐりスキムショー通過していただくのは上位6人。支えてくれる方もたくさんいるので1位狙って頑張っていきたいなと。どんだけ成長するやろね。新しい力が本当に育ってきている。ウキウキしてたら追い抜かすから気抜くなよ。絶対負けれへんなと思って高まりました。ただただ不安です。自分の声で歌うしかないから。世界は君を知る。